こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。ここへ来て、急ピッチに計画が進む F2 次期戦闘機開発に三菱重工が主導権を握り、米国ロッキード・マーティン社との共同開発に舵を切っています。英国も部品での共同開発となり、防衛省も本気で資金を投入してきました。では、今回はその F2 次期戦闘機には欠かせない XF9 ジェットエンジンについて詳しく見ていきますね。F2 戦闘機の時と同じではと思っていると、全く違いますよ。各部品類はできているのです。日本に足りない部分があれとは？しかし世界最強最小 XF9 エンジン始動です。日本の国防上の悲願である純国産でのジェットエンジン開発は2018年6月に IHI 社が XF91 のプロトタイプを完成させ、西多摩にある瑞穂工場において防衛整備庁航空整備研究所に納入をしたことで完成に一歩近づいた。この XF91エンジン開発のコンセプトはスリム化と大出力の追求であり、搭載される機体のステルス性能を向上させるために、大出力でありながらもスリムでコンパクトなエンジンを搭載することでミサイルなどの兵装の機体格納や燃料搭載量を増やすための機体内の格納容積を確保することにあった。XF91 は、現在の航空自衛隊の主力戦闘機である F-15 に、搭載されているプラット&ホイットニー社の F-100 エンジンと、ほぼ同じサイズでありながら、その推力は最大で15トン以上にもなり、米空軍の最新鋭戦闘機 F-22 に搭載されている同社の F-119 エンジンと比べても遜色のない性能を示している。ちなみに XF-91 エンジンと F-119 エンジンのサイズを比較すると F-119 の全長は 5.16M、直径が 1.168M であるのに対して、XF-91 は全長 4.8M、直径 1M となっていて、いかに XF-91 がコンパクトなサイズに仕上がっているかということがわかる。この純国産開発の XF-91 がこれほどの性能を発揮したことについては、米英も驚きを表し、開発を担当した技術者たちさえも予想を超える性能に驚くとともに、関係者の喜びは大きい。そしてこの XF-91 開発成功を受けて、 F3 次期国産ステルス戦闘機開発計画が閣議設定され予算化されたため、近い将来において純国産で世界に誇る最新鋭ステルス戦闘機を完成させる目途が立ったのである。現在航空自衛隊では次期ステルス戦闘機として F-35 ライトニング2の導入を進めているが、その次に登場すると予想されるこの F-3 国産戦闘機については、それ以上の性能とステルス性を兼ね備えたものでなければならず、その意味においてもこの XF-91 の開発が
順調であることは、我が国の防衛上素晴らしいことなのである。さて、ここで、現役の米国製戦闘機用ジェットエンジンを中心に、その出力を比較してみたいと思う。推力は、アフターバーナー使用時のもの。F100 推力 10.7 から 13.2 トン、航空自衛隊 F15J に2機、F16 に1機搭載。F110 推力 13.1 から 14.7 トン、米空軍 F15E に2機、航空自衛隊 F2 に1機搭載。F119 推力 15.9 トン、F22 に2機搭載。F135 推力 18.6 から19.5 トン、F35 に1機搭載。米国開発の現役ジェットエンジンはこのような性能で、これらと比べても、XF91、アフターバーナー使用時の推力15トン以上という性能がいかに、優れているかが理解できるだろう。参考までに、ロシアの SU-35 に、2機搭載されている AI-41F エンジンの推力は 14.5 トンである。このアフターバーナーについて補足すると、これはエンジンから出される排気に対して、もう一度燃料を吹きつけて燃焼させ、さらに高出力を得る装置のことで、XF91 は、このアフターバーナーを使用せずとも、11トンの推力を発揮することができるのである。計画中の F3 次期ステルス戦闘機には、この大出力かつスリムな XF91 を2機搭載するものと思われ、米空軍の F22 最新鋭戦闘機に勝るとも劣らない純国産ジェット戦闘機登場への期待が膨らんでいるが、それまでの国産ジェット戦闘機開発を振り返っておきたい。現在、航空自衛隊で運用している国産の F2 戦闘機は、米国の F16 戦闘機を土台にして開発されたが、この F2 開発の前には国産開発で、FSX、次期支援戦闘機を進めようとしていたのを断念した。経緯があり、その理由は、戦闘機に搭載するエンジンを日本独自では、開発することができないことにあったのだ。この経緯を思えば、XF91 開発により、エンジンの国産化の目途が立ち、強いては、純国産戦闘機を開発する悲願達成とする言葉があることは、あながちオーバーな表現ではないと言えよう。また、2019年6月のパリ国際航空ショーにおいて、XF91、エンジンにおいて、推力変更ノズルが開発中であることが公表されたが、これは、F3 次期ステルス戦闘機の多様化の可能性を感じさせるものであった。この推力変更ノズルとは、ロケットエンジンやジェットエンジンにおいて、噴流の向きを変えて、推力の向きを変えるノズルのことで、垂直離着陸が可能な VTOL 機に必要な装置で、古くはハリアー戦闘機に採用されていた装置であり、現在では F-35B に使われており、同機は強襲揚陸艦に搭載されている。この垂直離着陸が可能な F-35B を近い将来、海上自衛隊の護衛艦いずもと、加賀に搭載すべく、両艦の改修が始まろうと言っている。つまり、XF91 エンジンに推力変更ノズルを装着することができれば、将来は F35B に変えて、F3 次期ステルス戦闘機を、いずも、加賀に搭載できることになり、あるいは、
今後建造されるかもしれない大型の航空母艦に搭載することが可能となるのである。また、空母への搭載だけでなく、有事に航空自衛隊基地の滑走路が敵の攻撃により破壊されて使用不能になったとしても、広いスペースがあれば戦闘機の離発着は可能であるので、防衛上の意味は大きいと言えるのだ。とはいえ、XF-91 の開発は順調なれども、ようやく予算がついたばかりの F-3 次期ステルス戦闘機の機体開発は、まだこれからというのが現状であり。ともすると、この素晴らしいエンジンの活用が、挫折してしまうかもしれないとの予想があるのも事実なのであるが、そのような状況ながらも、この F3 戦闘機の開発が気になって仕方のない国が、我が国のすぐ近くにある。その国では、何かとニュースでこの話題を取り上げていて、先に挙げたように、まだ先が見通せない状況であるにもかかわらず、この計画によって自国の安全保障が脅かされると大騒ぎをしている。その国は尖閣諸島の領有権で揉めている中国ではなく米国の同盟国仲間であるはずの韓国である。その論調といったら、この戦闘機が完成したら明日にも日本に攻撃されると言わんばかりの騒ぎ方で、どこまで日本のことを疑っているのかと思うと呆れてしまうと同時に、韓国が日本を仮想敵国として認知している現実を思い知らされる。もちろん、出雲や加賀の空母化回収にも猛抗議を繰り返していて、それに対抗するために、自国も空母を所持する計画を進めていたり、潜水艦においても、日本の双流型潜水艦の高性能を警戒し、それを上回る原子力潜水艦を所持しようとする話が出ていたりと、呆れるばかりの迷走ぶりで、韓国の軍備計画の矛先は、もはや、北朝鮮などではなく、日本に向けられているとさえ思われるのだった。